横で撮らなきゃいけないのに、うん、縦で撮ってました。皆さんに本当悲しいお知らせから今日は始まる。いや、やっちゃったね。やっちゃいましたね。うっすら顎に影を入れてる場合じゃないです。本当に。やっちゃったんですよ、私は。今日はね、ね、こう収録だから、うん、メイクをね、梅さんも久しぶりにいるし、ちょっと収録前の楽屋をって言って思って、うん、ずっと20分近く回してましたね。あーでもない、こうでもないって言って回して、うん、結果縦で撮ってたメイクが全部終わって打ち合わせも終わって今、うん、気がつくっていう、うん、本当ね、なんか結果ね、やっぱ私はこういう人なんですよ。こういうとこがやっぱあるんですよ。あるの、昔から。昔から、うん、うっかりうっかり八兵衛なんですよ。古い。分かる人にしか分かんない、うっかり八兵衛なんですよ。本当にごめんなさい。だからもう出来上がっちゃってて、で全身見せようかななんつってさっきあはって立ったら縦で撮ってんじゃんつって、やっちまったなですね。これ変えるのか。変えるんですかね。だからここが黒くなるってこと。そう、両サイド黒くなってちょっと見づらいですけど、皆さん軽く見てください。そうだね、うん、あれちっちゃくなっちゃうのかな。ちっちゃいよね。そう、だからこうも見れないでしょ。そう、そう、そうです、そうです。パン食べてるじゃないよ。いや、ちょっとマジでショックだわ。ねえ、いやー、これはこれで置いときますか。そうだね、NG 集みたいな。NG 集的なね。じゃあ聞いてんの。それも分かる人にしか分かんないです。収録に来てますよ。ちょっとメイクするから、ちょっと今から梅さんもいますしね、今日は。そう、久しぶりの、久しぶりの YouTube を。梅さんはその梅さんの YouTube 界では一番最初に出て、結果なんかタレント任せになったって。あとは自分で家でやってください。梅さん家まで来て撮る余裕ない。家行くのもほら気使うじゃないですか。なんで急にそこ持ったか。古いタイプだから。あ、そうね、女性の家に行くってなるとタレントでもちょっと、うん、ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃうものなんですね。梅さん変なんだよね、やっぱね、キャラが。そうそう、いや、すごい変変言いますけど。変ですよ。そうですか。変です、変です。面白いとね、面白いガッスリ系ですよね。そう、え、何ガッスリ系。ガッスリ系。いや、それ面白いとかじゃなくて、確かに、もうもはや人格否定。むつりって嫌だよね。むつりやね。エロ爽やかな方がいいな。なんかエロくなさそうに見えて、うん、確かに。いて可愛い顔してるからね、梅さんね。そう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 、そう。童顔だからね。そうなんですよ。それは言われます。僕はそういうのには興味はございませんみたいな。いやいや、あるある。顔しつつ、なんか変態っていう。なんで梅さんの人格の話を今カメラ目線でずっと喋ってたから、今まで。たまにはあと、まあ、収録前のルーティン的なやつ。ルーティンね。これがルーティンっていうですね。まあでもこれメイクさんにメイクしてもらってるだけの動画だけど。そうなんですよ、それでいいのかっていうね。すごいですね。でもね、こうやってほらテレビ前、出演前に支度するところって、うん、普通見せたがんないじゃないですか。あ、そうか、確かに、うん、ピンで止めとるしね、頭もね、うん、止めとるし、ね。まあ、この間スキンケアので見せちゃったから、いや、もう見せちゃってるから、もうなんか、うん、いいのかな。もうで、この年になったらもういいのかなっていうね、うんうん、確かに。多分ね、5年前だったらできないかも、うん、とかほら、あるじゃないですか、あの挨拶ね、うん、番組前に挨拶に行ったりするときに、うんうん、
すみません、今メイク中なんで。あるよ ね、うん、あるよね。ディレクターさんとかには見られたくないか、うん、世の中の人に見られるのは全然いいけど、ディレクターさんにはあんま見られたくない。なんかなんでですか？ディレクターさんってこう何考えてるか分かんなくないですか？あ、まあまあまあ、なんかね、これを見てる人は純粋に見てるけど、うん、ディレクターさんって、うん、どういう角度で私を見てるか、うん、分かんないじゃないですか、ね、だから眉毛はね自分で描くんですよ。昔 YouTube やってたらもっとカッコつけてやってたのかな、うん、まあ、確かにね、なんか、うん、いいとこ見せたいもんね、だってみんなにさ。そうでしょう。そういうのがもう思わなくなってる時点でやっぱり老いを感じてるんですよ。老いです。老いですよ、これは。もう人にどう思われてもいいかって思った時点でなんか強烈な力が生まれるっていう。あとどっかであれもありますよね、カッコつけるのがカッコ悪いっていうのは。あ、まあね、逆に行く、なんかそうだね、そういうのもありますよね。カッコつけたとこでっていうね、もうなんか昔は結構こう思うじゃないですか、あ、こうやったら私いい風に思われるかもとか。でも、もうもはやそんなことも無理じゃないですか、うん、自分がだからその年になって思うんですけど、カッコつけるのをやめた時に、うん、今度逆にその若い子たちがカッコつけてるとか、うん、分かるようになりましたね。分かる分かる、そうですよね。ほら、カッコつけてたけど、うん、それって上にはバレてたんだもん。そうですよ、カッコつけてるのが。そうなんですよ。だから大いにカッコつけた方がいいと思うんですよ、うん、若い頃は。本当にこんなことしてんのとかさ、うん、やりたいじゃん、だってね、うん、私はやりたい。これ、ドライヤー本当大丈夫ですか？ダメだよ。ダメだよ、全然ダメだけど、いいんじゃない、もう使っちゃって、うん、声なんか、うん、何喋ってるか分かんない。そう、分かんない。いや、来る日あんのかさ。そう、全然何を目的にしてんだろう。 YouTube って今みんな iPhone で撮ってるの？そうだよ。え、違う、うん、あ、え、分かんないですね、全然 iPhone じゃない。みんなだってほら手に構えてやってるんじゃん。あと、まあ、みんなが持ってるカメラっていう携帯にね。そうね、わざわざ持ってるようなカメラっていうのは変わらないかな。いや、ここまで来ましたよ、メイクが何パーですか？チーク入れたら終わり。あ、そうか、70%。台本ありましたよ。それが資料。はい、よろしくお願いします。打ち合わせ終わりました。顔も出来上がりました。あ、チークがまだです。はい、頭も固めてなかった。まだ出た、ケープケープどんだけ好きなの。紫が一番ハードなんじゃない？なんか色がね、紫と 3Dエクストラキープっていう、なんかこう、なんて言うんだろう、あのボリュームを持たせてくれる感じ、はいはい、グリーンはもっと自然な、やっぱ匂いがない方が私は好き。うん、でもこの髪型とももうすぐお別れです。うん、来週来ちゃう。伸びましたよね。伸びたよね。悲しくなってきた、切るの。こういう髪型もできないんだと思って。すごい楽しみです、私は。ああ、カットね。はい、ってカットの動画は撮らないでしょ。撮らないんかいっつって。この後。この後。急に切って登場みたいな。ほら、もうなんか、世の中の何か動揺がこう、わらわら来ちゃいました。それでも新しい髪型試してみて、うん、やっぱ違うなっていうのはある。あるある、全然あると思う。もしかしたら。いや、早くやめたいって、うん、また違うのにするって言って、ね、前のショートを戻す可能性も全然ある、うん、分かんなくないですか、やってみないと。あ、ね、うん、で切る人によっても違うし、そう、切る人によってもね、変わるでしょうね。そう、私あんまりこう安定しないんで、うん、もう同じ人にあんまやってもらわないから、うんうん、でもそう、怖くないですか。でもほら、化粧品と一緒で何パターンか
こう用意しといてじゃないけど、はい、そういうプロの方の、うん、あこういう髪型だったらこの人が得意かなとかあるから、うん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 、楽しみです。あんまり期待しないでほしい。なんで切る前からそんなに本当に期待されるのが一番怖い。はあ、どんななるんだろうって言ったらねってみんなが、まあね、確かに確かにね、ちょっとなりがちですか、うん、できました。ちょっとたまには全身でも見せてもらおうかな。あ、撮りましょうかね。私すごい恐ろしいことをずっとやってました。え動画じゃなくて配信まさか違う横で撮らなきゃいけないのに、うん、縦で撮ってました。もうテンションがね、だだ下がりですけど、だだ横でさ、全身映すのって、うんうん、恥ずかしいですよね。恥ずかしくない？まあ、あとだからマネージャーいるならお前が、あ、そうだ、こう持っててちょっと向こう向けたら梅さんのアップが映っちゃうから。そう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 。で、この位置で合ってます、うん、そんなに遠くなるんですよ。だって横だから。そうか、全身、だってこれでも映ってないよ、足。ちょっとじゃあ下足の方向けますか。こう同じ、そう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 、うん、そう梅さんが動けば、あそうすると短足に映ってます。ないないない、じゃあじゃあじゃあ上から上からじゃあここをこういうことで、あそれなんかここで顔が大きくなっちゃうじゃん。これいやいいですよ、顔はもうどうでもこんな感じですね。はい、これ可愛くないですか、うん、ここがボタンで開けられるんですよ、うん、シャツワンピ風、まあ、あの私服でほぼ出てるんでね。あ、うまいね。ちゃんと映ってますか。あ、よかったよかった。はい。そういうこと。ちらっと。ちらっと。そういうことですよ、ということで、あの、すいませんでした。なんか私が、私のミス。ミスです。いや、残念ですね。せっかくのメイク。いや、本当だよ。あんな状態をさ。なかなか取れない。うん、そういうとこがやっぱねあるわけですよ私にはさ。だから YouTube で皆さん初めて知ることあると思います、うん、私のこれダメな部分。インスタだと縦なんですよね。インスタ縦なの。そうだからそこですよね、うん、そうなんですよね、うん、失礼しました本当に。まあでもこれが人生、うん、クオリティです、ね、クオリティです、ね、これがもうエミチューブ、エミチューブクオリティ、すいません本当に。じゃあテンション低くチャンネル登録お願いします。あ、グッドボタンもお願いしますって言ってって娘に言われて、あグッドボタンもお願いします。詳しいです。さよなら。